俺と古橋さんは打ち合わせもしないもんね。例えば今度の、ね、今度の映画「追憶」ね、はい、追憶って映画でも分かるんだよ。追憶の中で古橋さんがやりたいことはこれだって分かるわけだよ。だからそれはいちいち聞く必要もねえなと思ってるから、で、あっちも大ちゃんだったらなんか自分の考えてることは分かってくれてるっていう関係で勝手にやってんだよね。でも勝手にやってるのがあの人が求めてるものと違ってないっていうか、その自信はある。しかも現場で古畑監督のご意思を木村さんが皆さんに伝えるっていう場面が結構あるっていう。まあそれは陰でね、本人の前で。でも本人の言ってることは俳優もスタッフもその実その場では、まあ健さんが、高倉健さんがよく言ってるけど、古さんが言ってることは何も理解できない。それで映画が出来上がった後にああそうだったかっていうふうに理解するというふうに健さんまで言ってるぐらいだから、はあ、ああまあ言うことは哲学的だよやっぱりな。哲学的、まあ古さんはそれをいやそんなおこがましいって言うんだけど、はい、言ってるって、その意味を俺は理解できる。それで俺はこういうタイプだからバー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 言ってるよ現場でもね、バー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 。だって映画の現場能率もあるわけだよ、はい、なんかいつまでこう考え込んでてもしょうがない、どんどん取ってかなきゃいけない、その方向が間違ってないっていう自信があるから、はい、ガン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 行くわけだよ。で結果は、いくら俺が頑張ったって古畑映画なんだよね。源さんもお芝居としては下手くそだよね。あ、そうですか。要するにあの人たちの人生を背負ったね、あの佇まいっていうかな、はい、それが何かを感じさせるんで、はい、まあ言えばどの役やったって高倉健だし、はい、そうですね、トンネル掘りやったって高倉健だしさ焼き鳥、居酒屋長寿の焼き鳥屋の親父やっても高倉健だよ。何やっても高倉健。駅ステーションの三上英治っていうなった刑事ね、それは僕はよく言うんだけど三上英治じゃなくて高倉英治なんだよね、だってさ、注文がこのセリフ言いたくない、僕はこんなことしたことないとかね。本当ですか。だからやっぱり自分が日常やってることからはみ出たことはやらないね。なるほど。唯一やったのはこれは駅ステーションで、倍賞千恵子さんとのラブシーンの後に、私の声大きくなかったって言ったらさ、心の声で空ふとまで聞こえるかと思ったって健さんのね、それを健さんがやっぱり倍賞さんに失礼だと、そんなことね、だから古橋さんにこのセリフは言わなくても、いいんじゃないですかって言って、古さんはいつもの調子なんだけど、おほほほほって言ってるだけで、でもそのままやったんだよ。で俺映画館に見たんだよ、全くね、吹き切られた。みんな爆笑しちゃったよね。それで爆笑がある意味バカにした爆笑じゃないね。要するにさ、映画の時はそういうユーモアがないといけないんだよ。倉本聡の書いた通りやってんだけど、でもあれを容認して検査に応募でやらしちゃうね、そういうところに俺はね、なるほど、自分にできないものを感じるわ。